皆さん、こんにちは。リポーターを務めます、アキラ 100% です。よろしくお願いいたします。そして本日はもうお一方、東京2020パラリンピックマラソン金メダリストの道下美里選手にリポーターをお務めいただきます。よろしくお願いいたします。今日はよろしくお願いいたします。まずはですね、観光施設における心のバリアフリー認定制度について、観光庁観光産業課新藤明宏様からお話伺いたいと思います。さまざま心身の特徴を有する方、あるいは考え方が違う方々がお互いにコミュニケーションを取って理解し合うということを心のバリアフリーと考えて情報を発信しております。観光庁としましては、観光施設のさらなるバリアフリー対応とその情報発信を支援して、高齢者や障害者がより安全で快適な旅行をするための環境整備を推進するために設立しまして、去年の9月から認定を開始いたしました。この認定証というんですかね、はい、これは、はい、どういった申請をすれば、はい、こちらがいただけるんでしょうか。はい、観光庁それから心のバリアフリーで検索していただくと、はい、申請のページに飛ぶことができますので、なるほど、そこから対象の事業者の方は申請していただければなというふうに考えております。なるほど。それではまずですね、初めに嬉野温泉のバリアフリーツアーへの取り組みについてご説明いただきたいと思いますので、この建物の中に入っていきたいと思います。紹介させていただきます。佐賀嬉野バリアフリーツアーセンターの小原会長です。よろしくお願いします。ようこそ嬉野温泉でいただきました。ありがとうございます。佐賀嬉野バリアフリーツアーセンターですけれども、14年前にここの場所で創業いたしました。はい、まず嬉野温泉を中心としたホテル旅館や飲食店のバリアの調査、他に各旅館ホテルさんにシャワーキャリーだの、はい、車椅子だのいろんなものを貸し出してもおります。じゃ来なくていいんですね。無料で貸し出すものもたくさんありますから。そしたら実際にホテルの方に伺いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。大社屋の副社長いたしております山口と申します。本日はどうぞよろしくお願い申し上げます。それでは本日本館3階のバリアフリーのお部屋をご紹介いたします。こちらのお部屋の特徴をご説明いたします。まず、ドアが、こんな感じで引き戸になっております。はい、入ってくるこのスロープの幅も広いですね。そうですね、車椅子も十分に通れる通路を確保いたしております。ではお部屋入っていただいて、すぐ左側がベッド、はい、あと正面の方に、椅子テーブル式になっております。車椅子でももうまっすぐこちらお入りいただいて、車椅子のままお食事お召し上がることも可能でございます。でこちらのベッドの、特徴なんですけれども、はい、このようにリクライニング式のベッドをご準備させていただいております。で夜中ですね、万が一、何かあったらいけませんので、すぐ枕元のところに呼び出しボタンを、設置しておりまして、フロントと直通になっております。洗面台と、はい、あとこちらバスタブとお手洗いですね。こう隠し戸になってまして、車椅子のまま顔を洗ったりすることが可能になっております。大正屋の客室はですね、お風呂がすべて温泉が出ます。ですのでここも大浴場まで行かずとも温泉を楽しむことができるようになっております。ここに段差がないのもね、私嬉しかったです。そうですね、浴槽の入り口はだいたい段差がちょっとだけあったりとかするんですけど、はいはい、私目が不自由なのでちょっとした段差で朝やっちゃったりするんですよ、寝ぼけていて。で嬉野のバリアフリーツアーセンターさんからですね、入浴会場のお手伝いや、このような、グッズまで事前にお申し込みいただければご準備することもできますので、ご予約の際にお伝えいただければご準備いたします。どうぞお食事のところご案内申し上げます。はい、それでは、お食事のご説明の前にですね、まず、クロックポジションのご説明させていただきます。まずこちら12時の方向が、揚げ物でございます。でこちら6時の方向がお箸でございます。10時の方向に、こちらお肉を焼く鉄板がございますので、危ないですので、ご注意をお願いいたします。今シーボルトの湯に到着いたしました。シーボルトの湯の副館長をしております大久保と言います。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ここはですね、体が不自由な方、車椅子の方とかですね、素直に入っていけるように段差がなくて、あとこちらのですね、車椅子でも入れる貸し切り湯も準備しております。これが貸し切り湯の富士っていう
あのお部屋なんですけど、入り口の方はですね、あの段差がなくてバリアフリーになってまして、はい、うん、このようにですね、まあ、お部屋も広くって、うん、洗うときに便利なシャワーキャリーもありまして、はいはい、で中の方を見ていただきますと、あのこのちょこちょこっとこう行く椅子なんですけど、はい、こう行けるっていう感じになっております。なるほど。それからですね、中の方に手すりもいっぱいついてますので、はい、あの安全に入れると思います、うん、嬉野温泉もう全ての宿を挙げて市民挙げて待ってます。また全国各地にセンターがありますのでお声掛けください。今日いろんな施設のバリアフリーを紹介していただいて、はい、本当にあの心がすごい癒された一日だったなってすごい感じました、うんうん、なので全国にこういう、ね、癒される場所ができるとですね、そうですね、より私たちも行きたいっていう気持ちが、ね、うんうん、湧いてきますし活力にもなるので、はいはい、これからも私も利用したいなと思います。実は今日私泊まるんですよ。あら、先ほどの大社さんね、はい、そうなんです。そうですか、はい、今日は心癒されて帰ります。それではさよなら、ありがとうございました。